皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。実験室がリニューアルしました。すごい嬉しい。おい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 、なんか声が聞こえるけど。リニューアルしたのは実験室だけじゃないよ。そうだね、アナヒコくんです。どうもアナヒコです。よろしくね。先生先生、何前から気になってたんだけど、うん、なんで僕の名前アナヒコっていうの。アナヒコはね、そうだね、うんうん、アナトミーっていうのが人体模型っていう意味なのね。なるほどなるほど。そのアナと、まあ、ヒコ太郎みたいな感じでガシャン、アナヒコくっつけちゃったの。そう、ガッチャンコしたの。アナヒコ、うわ人体模型だ、本当だ。うわー本当だ。なんかすごいね。ということで先生、はい、もう2月14日が近づいてきたけれども。そうか、バレンタインだ。もうその通りですよ。す甘いチョコレート欲しいな俺も。アナヒコくん欲しいの。欲しいです、ギリでもいいから。わかったよ。じゃあお姉さんが科学の力を使って不思議なチョコレートを作ろうかな。うわじゃあ一緒にやってみようか、うん、せーの、レッツサイエンス。まずチョコレートを細かく砕いてボウルに入れて、ドライヤーを使って溶かします。耐熱容器に砂糖小さじ1杯、水飴大さじ1杯を入れてよく混ぜます。電子レンジを600ワット30秒にセットします。電子レンジに先ほどの容器を入れて30秒温めます。これをチョコレートと合わせて一塊になるまで混ぜます。これをよく手でこねて1センチぐらいの玉を作っていきます。楕円形に伸ばしてくるくると巻いていきます。これを重ねていくとバラのような形になります。見て見て、完成しました。はい、お疲れ様です先生。ありがとう。先生先生、ん何、このチョコレートはなんで手で触っても溶けにくいの。これはね、水飴がでんぷんが固化されて作られていて、うん、これがすごく粘性が高いの。はあ、粘性、そう、うん、だからそれがチョコレートと結びつくことによって溶けにくくなったの。へえ。で、そのチョコレートは先生誰にあげるのかな。秘密。そう、さあね、アナヒコくん置いといて、これみんなも作ってみてね。それじゃあまたね。